町ゼミって何ですかっていうことなんですけども、お店の人が教えてくれる得する町のゼミナールですよっていうことなんですね。商店街の、商店主の方がそれぞれの得意分野のためになるお話をしてくれる。時間的には質問タイムも含めて1時間ぐらいの、ゼミナールですね。少人数で行うことが多いです。で、無料です。ね。だから無料で、ためになる話が聞けて、で、お店の人にとっては、ご来店いただけるそのきっかけが作れるというね、皆さんがハッピーな、になる企画ということなんですね。で、大田区の久が原では、今年2019年第3回です。9月20日から講座への申し込みがスタート。そして、マジゼミそのものを実施するのは各店のスケジュール、それぞれなんですけど、開催期間としては10月1日の火曜日から10月の31日木曜日というところですね。で、マジゼミ久が原実行委員会が主催で、3商店街が協力しています。久が原銀座商店街振興組合、それから久が原駅前通り末広商店会、それから久が原栄会ですね。はい。で、こんな感じで顔の見えるリーフレット作っておりますけれども、それぞれの講座、どんなのがあるでしょうか。はい。さまざまですね。はい。IT 関係もあるし、空手講座もありますしね、カラオケだったり、お灸だったり、肩こり解消だったり。リーフレット裏面ですね。はい、いろいろですよ。はい、でね、商売の、本職以外の趣味の部分、商店主の方の趣味の部分の講座なんかも時々あるんです。例えば、パソコン教室なんですけど、やってるのは。でも、ランニングが趣味なので、一緒に走ろうっていうね、講座だったり。そんなのもあるんですよね。で、親子で楽しめたりね、いうのもあります。親子ネイル講座とかね。もう3回目になってかなりね、定着してきて、楽しみに待ってらっしゃる地域の方々も増えていますね。はい、久が原町ゼミ、ぜひよろしくお願いします。